おはようございます。はるかです。今日はモーニングルーティーンをやっていきたいと思います。新居でのモーニングルーティーンは初めてなので、ぜひ最後まで見てください。まず朝起きたら顔を洗って歯を磨きます。あと黒いメガネからクリアメガネに変えました。それと SNS もチェックします。いつもおはようとか、たくさんリプと DM ありがとうございます。次は目が悪いのでカラコンをつける。いつも使ってるカラコンが売ってなくて、この時はリルムーン1でウォーターをつけてました。つけるとこんな感じです。次はこの大量のファンの方からいただいたパックを1枚つけていきます。それで髪の毛を水色に染めて、前髪は青のメッシュを入れてもらったんですけど、みんなは青色と水色どっちが好きですか？どっちが好きですか？次はメイクをしていきます。ファンデーションは誕生祭の時にファンの方にいただいたこのポール&ジョーのファンデーションを使ってて、これはみずみずしいテクスチャーですごくね、塗りやすくておすすめです。ありがとう。で、毎日メイクがこの前上がったんだけど、メイクはそれと全く同じだから、ここは早送りにさせていただきます。ご了承ください。はい、ということでメイク完成しました。こんな感じです。イエイ。はい、次は髪の毛をセットしていきます。今日はくるくるにします。髪の毛を巻くんだけど、使うのはこちらのサロニアのストレートアイロンを使って巻いていきます。前髪はストレートにします。それで横の髪の毛を取って外羽にします。こんな感じで、ルネサンスのみたいな感じで顔周りは外羽にしていきます。そしたら横の毛を取って内側に巻きながら下ろしていきます。こんな感じで、一つの束は細めの方がはるかは好きです。それではるかは髪の量が多いので、全部をこうやって巻こうとせずに、上の部分だけこういう感じで巻いてます。そしたら間の髪の毛を取って、上から内側、外側、内側っていう感じで巻いていきます。束を取って内側、外側、内側。それで髪の毛のバランスを見て、耳周りは外羽にしたりしてます。で、今頭の上の部分がぺちゃんこだから、上の部分のボリュームを出していくために上だけちょっと巻いていきます。それで全体的に見てみて、ボリュームが少ないところは巻いてボリュームを出していったりとか、調整を少しずつやってます。反対も同じ感じでやっていきます。それで後ろも横と同じ巻き方で巻いてるんですけど、いつもはね、真帆さんに巻いてもらってます。ヘアセット完成です。顔周りの外羽と上のボリュームをつけることがポイントです。グッド。次は家を出るまで時間があるのでエペをします。それで最近ファンの方にいただいた干しぶどうを食べながらエペをしてるんだけど、この干しぶどうがめっちゃ美味しくて止まらないんだよね。
それで、はるかはジブラルタルを使ってて、武器は301とエヴァか99を使ってます。はい。で、もう家を出る時間になりそうなので、歯を磨いて準備します。今日はチェゴのリハがある日で、図を覚えてきます。あと、この黒の OY のパーカーを最近買ったんですけど、めっちゃ可愛いの。あとね、最近女の子の服を着るのにもハマってます。はるかでした。はい、ということでこれがはるかのモーニングルーティーンでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。以上、チェゴでした。行ってきます。